皆さんこんばんは。魅力解禁コンサルタントの栃谷百合子です。今日も美動美的チャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルでは外見と内面の両方からアプローチすることによってなりたい自分、自分らしく生きるための秘訣をお伝えしております。今日の機運レッスンは九紫火星、火の九紫の方の特徴をお伝えしたいと思います。いつもお伝えしておりますが、ご自分が九紫火星の方でなくてもぜひ周りの方を思い浮かべて聞いてみてくださいね。それから私がお伝えさせていただく内容の中でこれは必要だなと思うこと、そういった必要なことを受け取っていただけたらと思います。それでは行ってみましょう。九紫火星の方の特徴です。4つお伝えさせていただきますね。まず1つ目、九紫といえばそう、感性が鋭いというか感性の星なんですよね。ですからインスピレーションが優れているので、ひらめき、これを活用できる仕事で力を発揮するんです。この点は三匹の方もすごく似てますし、六白も完成星という意味では近いものがありますね。火のごとく抜群の明るさと情熱を持ってますので、感性を生かした美的センスだったりスピーチなどの表現力で人を魅了することができますよ。パーティーのように人が集まる華やかな場所で盛り上がるのが好きな反面、冷静に人や状況を観察できるという客観性も持ち合わせているんです。以前の動画でもお伝えしましたが、九紫の方は冷静と情熱、そう、以前ねそういったタイトルの映画がありましたけれども、冷静と情熱両面を持ってるんです。続いて2番目、合理性を求めますよ九紫は。そうだから主体性もなく何も意味も価値も感じないような団体行動を嫌う傾向にあるんですけれども、世のため人のためには対価を求めずに行動する人情深いところもありますよ。3番目、頭がとっても良くて決断力があってリーダー的な素質を備えた人が多いんです。陽気で活発、華やかなものを好みますから、ファッションや住まい、身の回りを華やかにします。どうでしょう九紫の方、思い当たる節ありませんか？弁才があり花っ端が強く、人に取り入ることもうまいのが特徴なんですよ。そして最後4番目です。経験と実績のある分野においては他を圧倒する存在感を示します。もともとね、旺盛な好奇心と高い集中力によって得た広くて深い知識が九紫の方の想像力に火をつけるんです。九紫は火ですから、火って何かにつくことによって燃えますよね。そうなんです。独創性や発想力を必要とする職場や新しい分野開拓などで力を発揮する人材なんです。ということで今日は九紫火星の特徴を細かく4つお伝えさせていただきました。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。